こんにちは、松優です。はい、今日は初めて GH5 を使ってテストしてみたいと思います。今こう目の前にカメラがあって液晶が見えて、それに自分が映ってて、なんかいつもとこう Android の、スマホで撮ってたので勝手が違くて不思議な感じです。はい、ちなみに、今日は、またドリキン師匠に買いましたよって言って連絡をしたら、いろいろいいものを教えてもらったので、お買い物に渋谷まで行ってきました。私が今日買ったのはこれ。はい、じゃん、わかるかな。カメラのレンズのフィルターですね。のプロテクター、レンズ傷つけちゃいそうな、結構私おっちょこちょいなところがあるので、これはちょっとつけときたいなと思って。そしてもう一つは、はい、ゴリラポット、これの大きい子、ドリキン師匠からおすすめいただきまして、買いに行ってまいりました。これはね、なんかあるとすごく便利だということなので、シンガポールに旅行に持っていこうかなと思ってるんですけど、実際これを、Amazon で頼んだらいつ届くかちょっと間に合わなさそうだったので、買いに来てまいりました。はい、このすごい強固なゴリラポットさんです。すごいな、これのちびっこは持ってたんですけど、こんな大きいやつ自分の力でやるの結構大変ですね。なんかアマゾンの画像を見てたら、こうやっていろんなところに引っかかったりとかして、しかもここのところもしっかりホールドされてて、エッジワンレフこれくっつくのみたいな、ちょっと半信半疑みたいな感じがしたんですけど、これすごそうですね。とにかくちょっとこれは旅行に持って行ってみたいと思います。はい、ということで今日は、いつもとは違った白バッグじゃなくって、普通に、リビングのあたりで撮影してるんですけど、ちょっとうちは部屋の電気が暗いのであんまりこう明るくないかな。今度は今ね、照明も買おうかなみたいなのも悩んでてですね、ちょうどリングになってる、照明をお友達がおすすめしてくれたので、それとかもちょっと考えたりとかもしています。でも基本は昼間撮影すればすごく光が入ってくる部屋なのでいいのかなとか思ってもいますね。はい、今2カット目なんですけど、ピントが合ってるかどうかが実は目が悪くって、あの画面がでもよく見えないんですよ。でそれで何秒目ぐらいから始めるとこうきちんとピント合ってんのかなとか思いながら今ちょっとやってますお散歩ムービーなんですけど、皆さんが、Vlog で、例えば GH5 みたいな大きいものを使って撮ってる時って、普通に手でカメラ持ってるんですかね、それとも、こういうやつにつけてこうやって手で持ってホールドしてるんですかね。ちょっとその辺がぜひ知りたいなと思うので、今回GH5 買ったよって言ったらコメントをくださった先輩の皆様方、ぜひ、アドバイス、こうやってやるとうまくいくよとか、教えていただけたら嬉しいです。でちなみにまだ GH5 の使い方はまだ全然慣れていませんので、そんなにいい動きをまだしておりませんが、ちょっとずつちょっとずつ慣れてやっていけたらいいなぁなんて思ってます。あと前回 GH5 買ったよの
Vlog の時から、終了画面をつけてみました。でも、YouTube に書いてある終了画面の付け方のヘルプのページを見てたら25秒ぐらい、動画をつけてみたいに書いてあったので、思いっきりそのくらいつけてしまったら最初の頭が全然出てこないっていう状況になってしまったので、今日はちょっと20秒ぐらいにして、どうなるか検証してみたいと思います。ね、30回目まではその終了画面すらないような本当ダメダメな、Vlog でございましたが、終了画面が、31回目からつきまして、そして、今回はピッタンコ合うといいなと思っております。松優がちょっとずつちょっとずつ、YouTube のことを覚えていき、さらに、GH5 も知っていき、あとはプレミアも勉強できて成長していく様をぜひ応援してくれたら嬉しいと思います。応援してくださる方はもしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。 See you soon! また今度。